皆様こんにちは。カレボリンクところ沢の山本です。本日ご紹介いたしますお車は CLS220D のスポーツエクスクルーシブをご紹介していきたいと思います。まずは外装からベルリと一周見ていきたいと思います。はい、フロント部分はこのような形となっており、シルバーということもありかなりラグジュアリーさが増すようなお色味となっております。比較的シルバーということもあってかなり顔つきもかっこいいのではないかと思います。はい、続きましてタイヤをご紹介していきたいと思います。こちらのタイヤ245の 40R 19インチのタイヤとなっております。はい、はい、ボディ部分はこのような形となって比較的傷が見当たらないのではないかと思います。状態も比較的良好な状態を保っているお車となります。こちらのお車は軽油のディーゼルのターボとなっております。はい、続きましてリア部分をご紹介していきたいと思います。はい、全体はこのような形となっており、 CLS220D のロゴはこちら入っております。はい、こちらの車年式が2022年のお車となっており、走行距離は 1.7 万キロのお車となっております。でこちら本体価格の方が602万円ほどとなっております。はい、こちら総排気量が 1900cc のお車となっており、駆動は FR のお車、後輪駆動のお車となっております。はい、続きまして車体寸法をお伝えしていきたいと思います。全長の方が5000、幅が1895、高さが1425mm となっております。以上外装のご説明でした。続きまして内装をご紹介していきたいと思います。続きまして内装をご紹介していきたいと思います。でこちらが電動でシートを調整することが可能となっております。はい、このような形で調整することが可能です。こちらはスピーカーとなっております。はい、パネルもかなりかっこいいですよね。はい、中に乗ってみました。内装はこのような形となっております。いやー、かなり内装もかっこいいですよね。特にここに光なんかもあったりして、こちらがかなりラグジュアリーさが増すようなライトなのではないかと思います。こちらがセンターコンソールとなっております。はい、この光ですね。いやー、かっこいい。はい、運転席助手席はこのような形となっております。こちらのお車はサンルーフもついているお車となっております。いやー、サンルーフついているとドライブなどでかなり快適に過ごせるのではないかと思います。はい、こちらがサンルーフのボタンとなっております。ドライブレコーダーもついております。 ETC はグローブボックスの中となっております。はい、いかがだったでしょうか。こちらの CLS220D スポーツエクスクルーシブのご紹介でした。気になる方がいらっしゃいましたら、こちらカレボリンク所沢でお問い合わせお待ちしております。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。カレボリンク所沢の山本でした。リスナグループでは新しくレンタル事業を開始しました。ナンバーではない上質なお車を貸し出しするサービス、リスナカレント。弊社が持つそれぞれの正規ディーラーが自慢のお車をご用意。フォードのエクスプローラーやアウディ A6 など、お手頃な価格で輸入車のある非日常を楽しみませんか。始め方はとっても簡単。概要欄よりアプリをダウンロードいただき、たったの3ステップで登録が完了いたします。デビューしたてのお車も続々と掲載中でございますので、ぜひぜひ皆様のご利用お待ちしております。